こんにちは。フジテレビアナウンサー鈴木優衣です。いつもしているメイクをします。今かすかに眉毛があるんですけど、これはすべて眉ティントによるものです。なので今は本気のすっぴんです。早速メイクしていきたいと思います。最初は下地からいきます。保湿成分が高いやつですね。乾燥する季節なので。下地は手で塗っていきます。とにかく早くメイクを終わらせたいので大胆にいきます。みんなちゃんと多分前髪留めるねピンとか普通持ってるんですけど、私は自分の手で押さえるっていう仕組みです。次はファンデーションいきます。マスクにつかないんですよ。助かりますね。本当は指先が汚れるのがすごい嫌で、私ファンデーションはブラシで塗るんです。これで塗ります。最初はメイクブラシ使ってなかったんですよね。だけどメイク室にメイクブラシがあって手汚れないじゃんって、スポンジだと全部スポンジにファンデーションが吸収されていくのが嫌で、めちゃめちゃ大量にファンデーション使わないといけないなって思ってブラシを愛用してます。と特に鼻がマスクで取りやすいんで、ちゃんと一生懸命塗ります。はい、ファンデーション塗り終わりました。これで肌が綺麗になった感じがしますね、うん、眉毛、眉毛はこれです。アイシャドウ用をアイブロウとして多分私は使ってますね。大胆にいきます。なんか眉毛描くのすごい難しいですよね。でも失敗した時はブラシでちょっと取ります。もう片方も平行目になるようにしてます。眉毛を描きました。眉頭はぼやけさせた方がいいと聞くので、スクリューブラシでちょっとだけぼやけさせます。ここまで来たら次はアイラインでいきます。本当にちっちゃいラメが入ってます。こうやって、ちょっとだけ取るんですけど、これで描くと大変なことになるので、細い線描けるようにいつもティッシュで押しつぶしてから使ってます。こんな感じですね。私は目尻から細い線をちょっとこう目からオーバー、ちょっとだけオーバーするぐらいにバッて引いて、あとは粘膜に描くんです。二重の幅がそんなに広いわけじゃないので、まつげのこの生えてるところを埋める感じで粘膜に私はアイラインを引いていきます。自然と目力がアップするんじゃないのかなと思って際のとこに入れてます。アイシャドウですね。アイシャドウに行きたいと思います。自分の着てる服に合わせた色にします。今日はこの茶色い服着てるのでオレンジ茶系ですね。上まぶた全体に私はバーって入れちゃいます。ちょっとベースっぽい感じでドーンと塗った後にグラデーションでもう一つのアイシャドウを使います。目尻から目の真ん中ぐらいまで塗ってます。ぷっくり見えるかなと思って涙袋にも私は塗ります。時々塗りすぎちゃうので、ちょっと指とかでこう伸ばしてぼやかしていい塩梅になるように調整してます。目の際には細く入れたいので一番こっちの細いやつでいきます。アイラインの上ぐらいに。ほんのちょっとだけなんですけど最後にこれを入れてアイシャドウは終わりです。まつげいきます。普通にビューラーでまずは上げます。ビューラーとかすごい苦手で、その日のちょっと塩梅によるんですよね。このぐらい上がればいいかなって思ってやってます。左目は左手でやるんです。
不思議なことに。多分そっちの方が持ちやすいからなんですけど。はい、できました。で、マスカラですね。アイラインもチョコレート色だったので同じ感じで私は茶色にしてます。まつげがマスカラの重みに耐えられなくて下がってきちゃうので、なるべく余分な液を拭き取ってから私は塗ります。こんな感じで目覚ましの取材で石原さとみさんに、どうやったら石原さんみたいなメイクになるのかって聞いたことがあるんですよ。そしたら石原さんがまつげのこの先からだけ塗るって。私はあれ、それからずっと真似をしてます、勝手に。これが最後です。リップ、リップもアイメイクに合わせた色を選んでいくので、ものすごい発色がいいのでほんのちょっとしかつけません。でも結構目覚ましのスタジオとかがライトが強すぎてメイクがすっごい飛んじゃうので、濃いめだけどつけすぎないぐらいの塩梅を目指して塗ります。ポンポンってつけてなじませていくスタイル。これぐらいしか塗ってないのにこんなに色がつくので、ちょっと気をつけながらいつも塗ってます。ということで完成しました。バーイ。ポイントは、とにかく早く終わらせたいんですよね、メイク。喋らないで黙々とやってると本当に13分ぐらいでできるんですよ。なのでちょっと雑なんですけど、おしゃれ感も出したいから服とかと合わせる色はせめて選ぶようにしてます。あんまり参考にならないと思うんですけど、ジェルのアイラインだけは本当にすごく粘膜にかけて自然に多分目力アップすると思うので、そこはもしかしたら参考になるかもしれないので、もし塗る方いたら真似してみてください。最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原チャンネルでは今後も様々な動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。